では次、スケプティカル・イン・ルッキング・アヘッド、未来を見据えて懐疑的であると、はい、まあ、懐疑的に未来を見てるってことですね。アーティザンは SP は未来を期待しており、ラッキーを得ることを期待しています。ガーディアンズ SJ は悲観的で落とし穴を期待しています、はい、なぜなら備えているから、はい、でも備えている、備えている、ほら俺備えがあるから大丈夫って、はい、冬が来ても、冬が来ても、はい、蓄えがあるからさって、はいはい、得意なことをやってますからね、はいはい、でアイデアリストは信じやすく人々の最善の行動を期待しています。だから大丈夫って思ってるんですかね、はい、そして今回の NT レーショナルズは期待において際立って異なり、未来に対しては懐疑的であり、したがって全ての人間の努力、自分自身でさえも誤りで溢れていると予測しています。 NT にとって正しいと仮定することはできない、全ては不確実で誤りに対して脆弱である、全ての感覚の証拠、全ての手続きと製品、手段と目的、観察と推論、そして従って全ては疑わなければなりませんと。それが懐疑論の姿勢であり、外見や信念が信頼できるかどうかについての疑念の態度ですと。ルネ・デカルト、17世紀の合理的な数学者兼哲学者である彼の第一哲学に関する瞑想を普遍的な疑念の合理的必要性を主張として始めましたと。なんとなく受け取ってください、はい、デカルトがこう言ったってことですね。すでに理性は私に確実で疑いのないものではない信念からの遠慮と同様に、私にははっきりと偽りであると思われるものからの信念からも遠慮すべきであると納得させているので、それらのすべてを拒絶するにはそれぞれのものに疑念の証拠を見つけることができれば十分でしょう。合理主義者によれば、誤りは真実に見えることと同じぐらい偽りに見えることにも常に潜んでいる。したがって提案された方法や目的について長い時間をかけて注意深く検討することが最良なんだと。そうでなければ避けられない秩序や組織の誤りが見落とされる可能性がありますと。疑念の行為以外のことは確信できないという唯一のことがあり、これをデカルトは有名な公式で表現しました。考えるゆえに我あり、他の何者については確信が持てないと。考えるゆえに我あり、はい、で終わってたんですよ、はい、だからいいんだではありませんでしたね。だからいいんだは僕には分かりますけどだから僕なんだぐらいだったんですけど、はい、考えたことにおいては、はい、責任が持てるけどっていうことですか。考え、まあ、結局間違ってるって話ですよね。間違ってると思ってる、はい、正しいと思ってることでも、うん、絶対間違ってるっていう疑念を挟んでおく姿勢が、はい、それが通常だと、はい、だからこう完璧に見えるシステムでもどっかに欠陥があるはずみたいな、だからそういうのは改善していかなきゃいけないみたいな感じじゃないですか、はい、もしその確信が持てないっていうところで終わりましたね、はい、もしその時点ですでに懐疑的でない場合、はい、合理主義者はすぐに懐疑的になり、彼らに提案されたものや彼らから提案されたものほぼ全てに疑念を抱きますと。解決策を見つけることが研究と開発のエンジンであるなら、調整やエンジニアリングの誤りを探すことはそのブレーキです。どうしても進むべき道と思われるものが最終的に入り口に戻る以外の出口のない箱庭になることがあります。もちろんプロトタイプが構築される前に全ての可能なテストを行うことは不可能です。しかし新しい解決策はどれほど慎重であっても確かに多くの点で欠陥があるでしょう。合理主義者はこれを知っており、それが彼らの猜疑心、懐疑心を有益であり、
さらには必要な態度であるっていうところに結びつけて考えていますと、うん、なるほど、はい、今楽しいんですかねそれでっていうのがパッて出てきたんですけど、はい、別に楽しいとかそういうことじゃないですもんね。まあ、楽しいんですかねって言ったら楽しいんでしょうね。それが僕も NF 見て楽しいんですかねって思いますもんねひどいでもまあそんなもんですよね、はい、多分、はい、ただできたものは常に間違いだみたいな、はい、っていうのと、まあ、確実なものはないって話じゃないですか。だから断言なんかできないみたいな感じじゃないですかね。これが正しいんだ。確かに体調も、はい、まあ、T 型の人はそういうところがあるなと思ってます、はい、例えばなんかその感覚的に同じグループなら、はい、もう同じ意味って僕多分やっちゃうんですけど、はい、言葉が違うなら、はい、意味が違うでしょってよく言われるんですよね、はい、いやまあ間違いじゃないですかそれって、はい、まあ、間違いとも言えない。あんまこういう感じですよなるほど、はい、間違いともできないわけじゃないですか、はいはい、何をどう捉えるかによってなんかこれは一緒だっていうのももう間違いかもしれないし間違いじゃないかもしれないみたいななるほど、はい、間違いとも言えるし間違いじゃないとも言えるみたいな。違うといえば違うけど似てるといえば似てる的な、まあそういうとか、まあ、捉え方もあるとか。あ、はい、そうですね、はい、では次は過去ですね。リベイティビジティック・イン・ルッキング・バック、過去を振り返る際の相対主義的な視点。異なる気質の人々は過去を振り返り過去の出来事に対処し、特にうまくいかなかった出来事に対処する異なる方法を持っていますと。ガーディアン SJ ですねは、通常彼らの問題に対して宿命論的であり、起こってしまったことは運命だと、はい、運命だと。でアイデアリストは神秘的であり、はい、まあ僕も運命だって思いますけどね、はい、まあでもなんか違う、これにはなんか意味があるんだみたいな。いや意味があるは思います。この SJ の宿命はもう自分がいっぱい備えてきて、はい、それで起こってしまった不幸な出来事はもうどうしようもないことだ、はい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 、こんだけ準備しても防ぎきれなかったどうしようもないことだから、もう運命として受け入れるみたいな運命じゃないですか、はい、あ、分かった。神秘的っていうのは、はい、出会いですね、はい、出会いなんですよ、はい、はい、でアーティザンは皮肉っぽいですと。これはちょっと掴みづらいですけどね、はい、しかし合理主義者は過去を振り返る際には比較的相対主義的ですと。合理主義者にとって出来事自体はいいか悪いか好ましいか不利かはありませんと。それらは視点に依存しているなるほど、ね、はい、と彼らは言います、はい、全ては個々の視点に相対しているのです と、はい、と合理主義者の現象学者であるフッサール・サルトル・メルロ・ポンティは詩的なスタイルで私たちに語っていますと。そしてアインシュタインは相対性理論を提出する際、現実を主観的とみなしましたと。彼は現実は観察者と観察されるものの共同の現象であると言いましたと、はい、このような相対主義的な問題へのアプローチは合理主義者に対して孤立感のある世界観を与えますと。合理主義者は他人、たとえ私たちに気をかけている人々であっても、実際には私たちの意識を共有できないと信じています。他の人々は私たちの意識を知ることができず、私たちの欲望や感情を感じることができないと彼らが望んだとしてもですと。各人は意識の方位に孤立しており、地球唯一の住人としているようなものですと。孤立した現実、カントがそれ自体のものと呼んだものに直接連絡を取る方法はありません。すべては主観的であり、私たちは心の中に住んでおり、周りの世界を想像するしかありません。私たちの視点に関連してすべてがあり、
私たちは自分の世界を作り、それから外部をそれで見つけます。アインシュタインは、物理的な概念は人間の心の自由な創造物であり、外部の世界に一つの意識に決定されると思われていないと私たちに思い出させていますと。ちょっとこれを聞くと絶望するんですよね、はい、何に絶望しますか。なんか愛ってお互いを感じ合うことじゃないですか、はい、多分、はい、なんて言うんでしょう、それは同じ言葉を喋っても、はい、同じ受け取られ方をしないんですよね。受け取られ方をしないし、はい、まあ、愛も、はい、って話、自分の主観だって話ですよね。そう、はい、でもなんか僕はその愛があると思って生きていたとするじゃないですか、はい、と仮定します、はい、でその愛こそ全てみたいなことを思った時に、はい、僕がそれを求めている、はい、この人は求めてないのかとか、その他人のことはもう分かりようがないって話ですよね、はい、でもなんか例えば、ね、それぞれがそれぞれの中で愛っていうものを持ってるって話ですよね。で例えばね、はい、あのギュッて抱き合ったとします、はい、幸せホルモンが出てきます、はい、で、あ、今僕たちは今一つになったで、はい、僕はなんて言うんだろう、君もそうだよねって思うわけじゃないですか、はい、これが愛だよね、はい、で同じ気持ちだといいなってなってる時に、はい、これを読むと、はい、違うんだって。違うとも言ってないよ。相手の心は相手の心にある、相手の主観があるって話ですよね。だから違う可能性もあるし、同じように思ってる可能性もある。なんて言うんでしょう、けどこっちがそっちの愛を実際に分かることはないみたいな話ですよね。 NF を語りますね、はい、人類は、はい、愛をそれが全てだぐらい思ってるわけじゃないけど、はい、ジョン・レノンも歌いますよ、はいそうなったら幸せだよねって、はい、違うんですね。違う、大きな愛ではないって話ですよね。あ、それぞれの愛、ね、それぞれの愛っていうのも、はい、まあ、それぞれの心の中に主観でしかない、主観だっていう話ですよね。あとなんかエニオグラムとか、はい、読んでね、はい、なんか皆さんがタイプ言ってね、はい、君はこのタイプじゃないとか僕はこのタイプだとかってやってるじゃないですか、はい、もう全くなんて言うんでしょう、そんなのないに返ってきません、タイプなんて。だとすると、一致するタイプなんてないんじゃないって。みんながそれぞれ INTP だとか、はい、SB タイプだとかって言ってるわけじゃないですか、はいはい、でみんなそれぞれの中にそういう像が出来上がってるものがあって、はい、それを見て本当やってると思ってるんですけど、はい、それすらも違うっていうことを言ってるんですよね、はい、違うって言ってないですよ。言ってるじゃないですか。違うとは言ってない。違うものを見てるよってことですよね。わからない、わからないって言ってる。他人の気持ちとか、まあ、主観で判断してるだけで、あの人がこうやって、はい、なんだろう、思ってくれてるっていうのを自分が感じて取ってるだけで、はい、相手がそうかどうかっていうのはわからないよねって話ですよね。そっか、はい、今ね僕がまたちょっと悪い癖が出たんですけど、はい、そうじゃないって見てしまうと、はい、全部違うになるんですね。はい、あ、そうかももあるんだって。そうかももある、一緒かももあるんだと思って。それもある。ああ、けど絶対分かることはないって話ですね。分かることはない、ね、はいはい、正確に言うとね。正確に言うと、ああ、もう日本語難しい、ね、相手がどう思ってくれてるかを正確に知ることはできないみたいな感じ。言葉は難しいね、本当にね、はい、でこれをさ、この過去から来たものをね、はい、その時点の人がその国の言語で訳して、はい、それをまた日本語に訳されてるわけじゃないですか、はい、そこにはまたタイプがいろいろあるわけじゃないですか。翻訳した人の、翻訳者の、はい、どう受け取ったかみたいな、はいはい、ここはぜひ NT に任せたいねその訳はね、はい、すいませんちょっと脱線しちゃいました。あ、ようさんごきげんよう。欠陥がないか独自のロジックで点検したり、あらゆる可能性を片っ端から考えるのは個人的には楽しいです。まあ、そういうことなんですよね、うん、あやさん、矛盾発見 NT や T 隊長さんも断言できない、でも TF を比べると T が決断力があるとされますねと。なんとなくわかる、似て異なる。あ、太郎ちゃんごきげんよう。相対主義的というのはどのような物差しを用いるかで判断は変わる
という意味でしょうかね。あ、そういうことじゃないですか。主観によって、はい、まあ、だから善も悪もないみたいな、うん、って言ってましたね、はい、見方を変えれたら変わるよねっていう、うん、多分 NF はね、はい、絶対主義的なんですよ、はい、その辺は、はい、善があるみたいな、はい、善があるなら悪がありますよねっていうのがあるんですよね、はい、